くださいね。そう、変な顔で止まったとかやめてくださいよ。ちょっと若菜も変な顔で止まったなって思いました。すみの若菜こんばんは。ハロー、ハロー、すみの若菜、若菜、若にゃん、違った。よし、これでいいかな。うん、いけましたね、テロップ。よかった、寒い。今日も相変わらずよくいじ暖房つけてます。こんばんは。今頑張ってることなんですか。なんやろ、食事制限。食事制限でもそんなしてないけど、食べ過ぎちゃうから、せなんやろ、自分で制限かけるようにしてます。なんやろ、お菓子は今日はここまでとか、お菓子こんだけ、そう、おやつ食べ過ぎなんですよ本当に。ほんまに困った。年越しはジャンプしますか。いや、年越しジャンプしたことないですね。3、2、1ジャンプ今年しましょうか。なんか今日すごい質問が、ありがとうございます。いろいろ質問です。何ですか。口笛はできますか。できますよ、わかな。はい。うわ、なんか、おお、プレゼントがめっちゃ届いてますね。ありがとうございます。あ、そう、今年ケンタッキー、今年ってか毎年ケンタッキー食べるんですよ。ケンタッキーは、ケンタッキーじゃないな、チキンかな、チキン、あの、なんやろ、照り焼きチキンとか、なんか揚げてるチキンとか、いろいろあるじゃないですか。うちの家はどっちも出るんですよね、揚げたチキンと焼いたチキン。で、若菜はどっちも食べるんですよ。好きやから。好きだから。言いたくなる。クリスマスは誰かと、おー、サンタさん飛んでた今。あ、ちょっと待って、このサンタさんはすごい、どっかに消えてったけど、何これ。びっくりした、捕まえろって。すっごいめっちゃびっくりした今。あ、金曜日公園行くよやって、待ってますね。じゃあ、え、誰推しなんでしょうかね、見に来るよって方は。でも、あの、25日は朝尾桃花ちゃん、桃花、もっちゃん、桃花の初日やから、桃花のファンの方が結構いらっしゃるんでしょうね多分。まあ、そんなファンの方を若菜はウインクで仕留めようと。ウインク、ウインク仕留めようと。雪降ってる、すごい。おお。夢でキスミやってやって。いやいや、夢でキスミはな、フーアがやったら可愛いやけど、若菜がやったらな。フーアに結局送られなかったんですよ、フーアに。ダメってやつ。よかった。いや、バレてないだけかもな。バレたらまた言われるかも。そう、フーアのモノマネ今日はしませんよ。バレちゃうからね。あ、プレゼントありがとうございますね。あ、服の色いろいろと調べたけど、ヒアシンスが一番近いと思った。この色ですよね、よくしょ、この色。今日もこの色とか言わんといてくださいね。今日もこの色です。ヒアシンスに似てるんですね。え、でも若菜ね、うちヒアシンス育ててるんですよ、2つ、球根。毎年お母さんが、ヒアシンス、お母さんお花好きで、でお花玄関とかにも飾ってるんですけど、ヒアシンスはお家の中で育ててます。
スモーキーブルー、ああそうとも言うんですか大好きやこの色。そう、少しいつもより少し濃いめの色ですよね。わかなも思いました。ああプレゼントありがとうございます。あれ、そう、わかなね、ちょっと工夫したんですよ。この机の上にもう一個台を置いて、そしたらスマホの場所が高くなるんで、こう、わかりますか、ちょっとこう、ほんまはここの位置にスマホ置きたいんですけど、地面とだいぶ離れてて、スマホスタンドがね低いんですよ。スマホスタンドまた買いましょうねここら辺かな。あ、プレゼントありがとうございます。おお、そう、遠近法バレました遠近法を使ってこのわかんないの、あら、また白飛びしてる。ちなみにね、あ、皆さんからのコメント来る前に桃ウーロン茶ですって言っちゃったそう、猫舌です、猫舌です、めっちゃ。でも熱い飲み物大好きです。そう、桃の香りめっちゃします。うん、めっちゃいい匂い答え言うのちょっと早すぎましたよね。わかる、なんかおかしいなと思ってごめんなさい、次からね、もうちょっと1分ぐらい待ちましょう。よっこらせ、よいしょなんか思ったんですけどね、皆さんから見てどうなんかわかんないんですけど、わかなのこのショールーム画面、すごいショールーム、あれクリスマス仕様になってるんですよ。左にクリスマスツリー飾ってあって、右に暖炉あって、すごい。これ今今日からですよ、多分昨日はなかったんで。あ、こんばんは。うん、初見です。何歳やって、何歳、高校2年生の17歳です。あNMB48 7期生のすみのわかなことわかにゃんです。間違った、わかにゃんことすみのわかなです。高校2年生17歳です。よろしくお願いしますあ、皆さんもクリスマス仕様になってるんですね。なるほど、だからこんなにぎやかなんか画面が嬉しい、かわいい。え、じゃあ年末じゃないな、元旦とか年始とかやったら、ここまた年末お正月仕様になるんでしょうかね。めっちゃ気になる。え、右下にチキンがあるやって、ほんまや、いいねいいね。あ、明日イブやな、確かにイブ配信しましょうね。イブ配信ってなんだろうイブ配信ってなんだろうなんかちょっとクリスマス前夜的なことをしましょう、私が。皆さんに見ていただけるのでね、せっかくなので。ほんまになんかまだ年末な感じしいひんな、若菜が一番それを持ってますよ、多分誰よりも何やろ、1年早かったですよね、今年めっちゃ。もうあっという間に年末で、いやサンタの衣装はしないです、多分どうしようえ、明日がイブですよね、今日が23だからくしゃみでそう、帽子だけでも、帽子だけでもどうしよう。うさ耳ならうちにあるんですけどねうさ耳なら
サンタさんの衣装はお友達に借りたんです、実は実はあれだけ結局届くの遅くて、クリスマスのサンタコスプレだけだから買おうとしてたんですけどやめちゃって、じゃあ友達に借りようってなって、うめーんなんかしましょう、クリスマスイブとクリスマスは考えときますね、それもそれで。わかんなわ、何しようかな届かないになるからサンタになってやーってあ、皆さんがトナカイで、若菜がサンタで、トナカイ大量発生しちゃいますよ。でもそしたらほんの若菜かずトナカイ多すぎたらそれもそれで、あーケーキ食べる配信ありですねこんばんは、あーこんばんは、7時半、今何時や、7時40分、あ時計が7時45分ぐらいか。今日はね、何時までしようかなってずっと考えてたんですけど、何時までしましょう。9時まではしようと思ってて、そっからは全然考えてなくて、皆さんが見てくださらなく、皆さんが配信を全員切ったなって思ったらやめましょうかねそんなんきりないけどな、ソリになるって言ってる方もいる。ソリになるのはどうやってソリになるのは斬新。何時までしよう、ほんと、ん？どういうことか分からへんけどほんまに永遠に終わらん。けど配信しようって結局考えて考えて考えながら寝て決めてないです。何の配信にしましょうか今日。特に配信の意図はなくて、皆さんとお話できればと思って全然、あ、そう、ブログとか、あ、音符来たん、多分お母さんに連れられてきましたね、音符、オープン、音符ちゃん、みんなに挨拶して、あ、サエさんの卒業コンサートの前に、そう、明日よろしく配信した理由はですね、その日絶対配信しなくちゃダメで、でも朝はリハーサルとかいろいろあって、いつしよういつしようって考えて、さえさんの卒業コンサートのほんまにギリギリ前とかになっちゃって、もうわかんの、もっと余裕持って配信したかったんですけど、ほんとごめんなさい。あの時は、あ、今犬が結局くるくる回って出ていきました、若菜の部屋から。そう、で配信する場所もなくて本当にごめんなさいね、ギリギリ。そう、結構みんな可愛い化粧とか服着てあのお家の照明明るいとこでやってたのが印象的で、わかんないちょっと結構薄暗いとこでしちゃってうーん、照明をあれなんやろ、自撮りライトとか持ってきたらよかったですね、忘れてました。そう、膝立ちで配信してたんですよあの時は。うん、次からは、ね、余裕を持った配信を心がけますそう、5時頃やったんですよね確かあの時配信したのが。だからお仕事で見れない方もいらっしゃいましたよね、きっと。うまっってスタンプじゃないな、アイテムか、うまいやってえ、プレゼント1000超えたみたい、え、そうなんですか、そんなとこ皆さんどこで確認したんですか、わあ、なんか開いてた、せて、はあ、すごい、んー、そう、見れなかったって方もいらっしゃるから、でもね、皆さん、わかんのはいつでも配信しますよ、皆さんとお話ししたいので時間があれば
あ、めっちゃ美味しい。ウーロン茶めっちゃ好きなんですよ。あ、めっちゃ美味しい。わ、クマさん届くかな。え、1000個やったら届くんですよね。届くかな。届いたらここに飾りますね。3匹目のクマさんとして、1匹目、2匹目、3匹目として。すごーい。いやー、ありがとうございます。あ、皆さんでクマの名前考えます。素敵。クマさんの名前でも、わかなもちょっと考えてたんですよ。わ、何にしましょうか。もしクマさんが本当に届くのなら、何にしようかな。何しようかな。あ、何しようかな。あ、千人の方来てくださってんね、来てくださってんねって言っちゃった。ありがとうございます。お、お疲れ様です。いえいえ、こちらこそ、こちらこそ。こちらこそ。お疲れ様です。皆さん、お仕事、学校、バイト、お仕事、その他いろいろお疲れ様です。そういう時間ですよね。もう8時前ですからね。あら、研究生公演行きます。あー、ありがとうございます。待ってますね。え、にしよう。くまさんの名前、くまにゃん、くまにゃんやったらどっちやねんみたいになりますもんね。何にしようかな。今ごめんなさい、足首痛くて押さえてました。あの、足首。グーの。あ、グーのもありですね。これはね、届いた時にでもお名前発表しましょうか。グーのかわいい。あ、でも今考えておきますね。わかんない。クマニャンかわいい。何しようかな。なんかね、最近、昨日お姉ちゃんに言われたんですけど、そろそろ、なんやろ、質問コーナーとかしたらって言われて、あ、質問コーナー確かに最近してないなと思って、ブログでしようと思ったんですけど、でも配信中でも質問コーナーできるなと思って、ってことで。おぷちゃん来たん。逃げていっちゃった。あの、ごめんなさい、急に。何か皆さん、若菜に質問ありますか。急やけど。そう、お姉ちゃんいるんですよ。あー、音符も来た。あ、お母さん、お母さん、音符が出たそうにしてるから。あ、ブログで募集して、ショールームで答えてもいいね。なるほど、ありですね。今日もとりあえず、でも質問を何かあれば、わかんなは全然答えますんで、聞きたいことがあれば。あの、しばらく待ちますね、その質問コメントを。その間、わかんなは、おいしい。クリスマスサンタさんに欲しいものは、でもお母さん、あ、サンタさんじゃなくて、お母さんには、お母さんからはダウン買ってくれて、お母さんが水色の、そう、水色のダウン買ったんですよ。結局言ってませんでしたよね。モバメジャー書いたんですけど。お母さんが水色のダウン買ってくれて、またブログにも載せますね、水色の。なんか待ってくださいね。あ、なんでそんなに可愛いんですかってコメントが来てるんですけど、その方、アットマークジオン国民ってつけてます。ジオン推しなんですか。
浮気やジオンだって可愛いもんな。わかりますわかります、ほんまにジオンな。わかるもん、ジオン見てたらお母さんみたいな気持ちになります。よしよししてあげたいジオン可愛いからそう、ピーチウーロン思ったより緑やった。そう、意外と緑ですよね。わかるもん思いました。うんうん、はい。一日だけ先輩と入れ替われるとしたら誰と入れ替わる？誰と入れ替わる？やっぱり若菜は憧れの人としてずっとシルマンミラさん憧れてるんですけど、でもね、ミルさんと入れ替わりたい。入れ替わって、でもミルさんお目目大きくて顔がめっちゃ小さいから、その顔を一緒眺めてましょうかね。ミルさんと入れ替わってその綺麗な顔を鏡でずっと見ときたいお、七キャワカニャンしか見えんでー。イエーイイエーイイエーイフーなんかミルさん、そう、ミルさんになろうかと。アイドル、ああ、入れてた。アイドルになりたいと思ったのはいつ頃？でも本当につい最近って言い方おかしいですね。なんだろう、高校生入ってからとかです。本当にアイドルに なろうなりたいとか、なんやろ、なりたいっていうのかな、なんて言うんでしょう。でもほんまに YouTube でミルさんが出てきて、 NMB48 自体は全然知ってて、昔何でしたっけ、 iPods この音楽聴く機会にも入れてたんですよ、ずっと。お姉ちゃんが48グループ大好きで、若菜も影響されてずっと聴いてて、で YouTube にミルさん出てきて、でなんか普通に見てて、そのミルさんをなんかうわーってなって、表情とかダンスとか全部にわーってわーわーだって、そっからずっとミルさん見てて、で NMB48 のオーディション、7期生のオーディションがあるってお姉ちゃんから聞いて、でほんまにほんまに最近ですね、やから1年前とか数年前、1年前と数年前じゃだいぶ変わりますけどそんな感じです。大雑把でごめんなさい机が揺れるね最近なんかな、このイベントってレインボースタースタースターでも貢献できますか？あー、どうなんでしょう。なんかでもね、なんか四角いプレゼントらしくて、わかんない、全然わかんないですけど。あ、 NMB どの曲ぐらいから聴いてた？え、ほんまに小さい頃から聴いてて、そんなどの曲がどうとかも把握せずに聴いちゃってましたね、ずっと昔、小さい頃。なんかお姉ちゃんのお姉ちゃんがお父さんにこの曲入れてって言って、で若菜もその曲じゃあ一緒に入れといてみたいな感じやって、確か。やからなんやろ、なんやろ、どの曲聴いてた、どの曲から聴いてたとかあんまり覚えてなくて。でもそうやな、
また見ときますね、配信後に iPod の履歴を、載ってるはずなんで。ああ、オーディション初めて、そうです、オーディション初めてです。初めてやから、なんか何やろ、こういうオーディション受けるんね、なんだろう、分かんない。でもなんか緊張したら負けやと思って、緊張しやんようにしたんですよね、ずっと期間中。まあ、結局緊張したんですけどね。何やろ、余裕持っていったら受かるっていう気持ちを持ってずっとやってました、その時は。余裕が大事って思って、いや自分に言い聞かせてました、ずっと。お姉ちゃんアイドルで興味は、アイドルになろうって多分お姉ちゃん思わなかったと思いますね、今まで。でもお姉ちゃんアイドルは大好きです、ほんまに。めっちゃ、もうめっちゃ好きです、お姉ちゃんは。お姉ちゃんはっていうか若菜も好きなんですけど、もうそれに負けるぐらいお姉ちゃんはほんまにアイドル大好きです。今正座してるんですよ、実は。めっちゃ足しびれてきた。あら、もう1500超えたみたい。なんと、まあ、はあ、そうなんですね。あ、そんなありがたい、この正座した状態でありがとうございます。すごい、ずっと雪降ってるわ。マイブームを教えて。ああ、マイブームはお菓子、美味しいお菓子探すことです。お菓子とアイス、新発売のアイスとか食べてみないと味わからないじゃないですか。だから若菜はそういうのできるだけ買って味の食べ比べよくしてます、アイスで。気に入ったアイスをその期間中ずっと買うっていう。もうやだ、こうやって若菜は出来上がっていきます。は？若菜ちゃんはマイナスイオン出てる感ある。マイナスイオンって何ですか？マイナスイオン、え、なんか、どういうことやろ、どういうことか、すいません、教えていただける方、知ってる方は挙手制で教えてください。あら、すみのちゃんこんばんは、お疲れ様。あら、お疲れ様です。お姉ちゃんと若菜は似てるかな。いや、そんなに似てないですね。お姉ちゃんはお父さんになんですよ。で、若菜はもう 100% お母さんにで、いや、ちょっとお父さん似てるんですよ。でも、もうお母さん並んだらどっちが若菜かわからんぐらいで、だからお姉ちゃんと若菜比べてもあんまり、今日、なんやろ、姉妹感はそんなに出ないかもしれないですね。よいしょ、ちょっとあの、いろいろ質問に答えてたらコメントが溜まっていっちゃって、あららららららら、ちょっと待ってくださいね。焦ってきた。あ、コンビニスイーツはゆいなさん詳しいんですか？今度お会いした時に話しかけれるかな。コンビニスイーツ美味しいのはありますか？聞きたいな。聞けるかな？ゆいなさん。ゆいなさんの肌の色すごい憧れなんです。真っ白で。いつ見ても肌がお綺麗で。はぁ、肌白いなって。いや、努力してらっしゃるからですよね。肌、白い。マイナスイオンは滝でたくさん出ます。あ、癒し効果、あー、なるほど。滝でたくさん出るそうなので、マイナスイオンは皆さん滝に行きましょう。癒されるってことなんらしいですよ、滝は。
今また切ったら絶対寒いですよ。でもあ、遊びに来たよ、ありがとうございます。目乾燥するよいしょ。お母さんかわいそう。お母さんおきれいです。おきれい、なんでお母さんにおつけたんや今。あ、でも家族全員唇にほくろありますか。わかんないだけなんですよ、こんなほくろいっぱいあるの唇に。お母さんにも一時期心配されました、なんでそんなほくろあるんって。あ、でも普通のほくろって分かってよかったです。なんかそんな皆さんコンビニのスイーツばっか言ってくるからめっちゃわかんない。後でコンビニ行きたくなっちゃった。食べたい。でもうちにエクレアあるんですよ、数日前に買ってまだ開けてなくて。食べよう。後で食べよう。お母さん持ってきてくれやんかな。あの たまにお母さんが配信見てくれてるんですよ、だからこの配信お母さん見てたら持ってきてほしいなエクレア。あ、ルームフォローしました、ありがとうございます。そのまま若菜の配信これからもよろしくお願いしますね。スミの若菜イコール滝やって、あ、激寒やんこの時期、若菜滝なんや。なるほど、どれぐらいの高さの滝なんやろ。よいしょ、よっこらしょ、もんちゃん。ほら、お母さんがあのショールーム見ててくれてた、ありがとう。エクレア持ってきてくれた、やった、ありがとう。お母さん、お母さんありがとう。あ、食べてもいいんですか。やった、なんかね配信中食べるの緊張するんですよ。上手に食べ、あ、ちょっとミニエクレアなんで大丈夫です。うん、うんうんうんね、数日前なんですよ買ったんが、ちょっと硬いです。冷蔵庫入れすぎました多分。うんうん、あ、あんか、あ、アイドルといえば、わあ、やってしまった。もうこの食べた麺を見せるわけにはいかないので、もう一個、あと一個の時にあんしますね、見せないように食べますね。また変な顔で止まっちゃった、なんで、ごめんなさい、また配信止まっちゃって急に、ごめんなさい。よいしょ、充電がうまくなんで充電できたんかな。このねショールーム配信中の画面やと充電何パーセントか見れなくて、で見ようと思うと配信止まっちゃって、うん、食べます。うん、ありがとう。持ってきてくれた。お母さんありがとう。すいません皆さん、いろいろ騒がしくなっちゃって。充電できたんかなこれ。できたはずでした。お母さん優しい、ありがとう。いただきます。
美味しい。あ、2000人の方気づけば。ありがとうございます。何の配信やねんってなっちゃいます。質問開始コーナーなんですよ。でね、皆さん質問受け付けるんですけど、ごめんなさい話変えるんですけどね。皆さんからのコメント来るじゃないですか、このコメント、そのねプロフィール、名前の左横って言えばいいかな、なんかトップ50とかね、トップ300とか、トップ50、トップ300とかなんかついてるんですよ。これはかな、今日からなんですかね、これ何ですか、すごい、なんかめっちゃスペシャル感あってすごいなと思って、何やろこれ、気になる。こんばんはです。あら、こんばんは、うん、そのコップってルネサンス、違います、普通のコップです、紅茶用の。お、クリスマスキャンペーンのやつ、あー、な、何のトップ 300? 気になるけど、なんやろかな、うん、すごい、そう、耐熱グラスです。ぽんちゃん外出たいの、暑くなってきた、紅茶飲んだらあったかいから。次の配信いつですか、明日もしますよ、イブだから、イブやからするけど、何時にしよう、今日のブログにまた書いておきますね、ちゃんと。明日でもできるかな、9時とかになっちゃうかもしれないです、9時の確率が高いかもしれないです、イブなのに。あ、カメラどこカメラどこですか、あー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 、惜しい、いただきます、うん、ふふ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 ふ、うん、なんか7期生の平山舞ちゃん、マイティから食べ方、あれマイティやったかな、確かあれ誰やったかな、いや学校の友達かもしれないですから、食べるときにこう横向いて食べる、食べ、あ、横向いて食べたら食べてる口の中が見えへんらしくて、食レポにいいって聞いたんですよ。どうですか、ブレブレ、あさっきのはブレたってコメントが、もう申し訳ない、申し訳ないです、あのスクショタイムするんでね、後で、あのたくさん撮ってください。また変な顔で止まってる、残しされたらどうしよう、うん、なんでもうやだ変な顔で止まるの、なんでな、うん、常連で来てないのかな、ちょっと待っててくださいね、ティッシュだけ撮ってくるので、いえ、痛っくす、痛い、アベノベアが座ってる椅子にお尻ぶつけました、痛かった、よし、もう一回充電さします、あかりさんのリップを塗ります、かー、何食べてるん、エクレア食べてました、2つちっちゃいの。
ミニエクレア2個食べてました。もう食べちゃいました。そういえばさっきコメントに服見せてってコメントってそのままわかんないどっか行っちゃって、これです、猫の服。横画面じゃなくて縦の方がいい。あ、縦にしても横なのか、じゃあ一緒なのか。一緒に写ってくれへんな服が。うん、どうしようかな。そう、これあ、こうしたらいいかわからんが、後ろに下がるべきやったんか。これです、猫。よいしょ、うん、元から猫は好きやったんですけど、最近お母さんが若にゃんやからって言って猫の服いろいろ探してくれるようになって。そうや、質問コーナーする言うて若な、質問コーナーをしましょう。ちょっとコメントを見返しますね。よいしょ。お皿が揺れてるで。ん？メイクの研究って何？あ、プロフィールになんて書いて、何て書いてある？趣味かな。趣味なんだっけ？メイクの研究。何やろうな、どのメイクが一番自分に合うかみたいな、ほんまにもう微量っていうかね、時差じゃない微差、ちょっとした差なんですけど結構顔変わってくるみたいで、なんかね、わかんないね、皆さんからどう見えてるかわかんないんですけど、自分は昔からなんか自分の目結構釣り目気味やなって思ってて、こういう目してるんですよね、形が結構釣り目で、だからアイラインを下げてみて丸目を丸くするなるようにしてみたりとかしてます。あとあの白間ミレさんの YouTube チャンネル見てメイクの方法とか学んで、あの、あかりさんのメイク動画とか見ていろいろしてます。だから何が若菜に一番合うんかなって。アイシャドウとかは何色系？そうですね、若菜ね、肌がね、この夏水泳の授業で結構焼けちゃって焼けちゃって焼けちゃったから結構肌黒めになっちゃって、黒いっていうかな、焼けた肌の色になっちゃって、だから化粧のアイシャドウとかも何ですか、なんかイエベとブルベがあるらしくて、イエローベースとブルーベース、肌がオレンジの色とか暖色系の似合う肌の方がイエローベースで、なんだろう、全然分かってないんですよ、イエベブルベが分かんなくて、でも若菜はイエベらしくて、多分でもイエベやけどこの服は着てます、大好きなんで。なんだろうな、イエベなんか、わかんない、ブルベなんですかね、全然分かってなくて自分じゃ、でもイエベって思い込んで、オレンジ色のアイシャドウとかオレンジとかコーラル系よくしてます。見えませんね、顔面越しじゃ。どうなんでしょうか、今若菜の目の色は。そう、オレンジのアイシャドウをいっぱい揃えて買ってます。あとオレンジ色のリップとか、あかりさん、さっき見せたあかりさんのリップも引き寄せアプリコット使ってます。オレンジも持ってるんですけど今日はアプリコットにしました。この色めっちゃ可愛いんですよ、大好きなんですよこの色。
アプリコットって何って思いながら、めっちゃ大好きでこの色、いい匂い。こんばんは。こんばんは。そう。だからリップは何本くらい持ってはるん？え、なんかね、だからリップ集めるのめっちゃ大好きで、趣味ってわけじゃないんですけど、なんやろ、通販とかで、この時期ずっとコロナで外出かけてなくて、私ずっと通販で化粧品とか服とかしか見てなくて、ずっと化粧品見て、あ、このリップの色かわいいなって、マスクするのにね、リップ買っては、あ、やっぱかわいいなって、ってでまた新しい新作とか出たらまた買って、そんな繰り返ししてたら、ほんまに下に飾ってるんですけど、何本あんねやろ、わかんない。また飾ってみますね、リップの本数。大好きなんですよ、リップ。お化粧品集めるのも化粧するのも。よいしょ。そう、マスクなのにリップ買っちゃう。グロスは使いますか？グロスは保湿用として使ってますね、わかな。グロス使わずに、もうツヤツヤ、元からツヤツヤしてくれるティントとかリップとかを塗ってます。ほんまにあかりさんのリップとかも、もうそのもので保湿せんでもいいんですよね。大好きです、ほんと。ありがとうございます、こんなリップ作ってくださって、感謝でしかないです、若菜からしたら。リップ何本も持ち歩かんでもよくて、もうこれ一本だけでいいんですよ、だから。あ、初めて来ました、やって。おー、初めまして。初めて若菜のとこに来てくださってことかな。ありがとうございます。これからもどうぞどうぞ若菜の配信、時間あれば見てくださいってことは。ついでにショールームもフォローしといてください。あ、やっと家着いた、お疲れ様です。いや、寒かったですよね、今日外めっちゃ。若菜もダウンめっちゃ着込みました、今日は。このダウン、自転車漕ぐ時はダウン前開けてたら寒くて、いつもここまで締めて、もう首なくなっちゃうぐらいまでダウン締めてます。あ、ほんまや、3000人超えた、ありがとうございます。そう、自転車乗れるんですね。無視しようか悩みましたよ。冗談です。自転車乗れますよ。なんで他の自転車乗れないと思われてたんですか。え、せや、思い出した、若菜昔高校の友達にも言われてたんですよ、若菜って自転車乗るんやって。え、なんでって思う、なんか、なんでよ、若菜も乗るよって言ったら、ちょっと若菜高校電車通学で、通学、電車通学か、電車で学校行ってたから、友達に若菜の自転車漕いでる姿初めて見たって言われて、いや若菜だって自転車漕ぐからって。なんか新鮮って、友達になんかめっちゃ言われたことはあります。ん、え、マイティの配信始まったからどうしよう、コメントがあります。マイティ配信始まったんですか、若菜も見に行きたい。でも若菜もまだまだ配信するんですけど、マイティのところ行っちゃうんですか。全然マイティ見てきてください、全然全然。で、若菜のとこ戻ってきてくださいよ。え、運動神経ないイメージありますよ、だって若菜、ごめんなさい、唇かゆかったです。え、言いますよ、だって小学校の時に陸上部で、中学はテニス部、硬式テニス部で、
高校バドミントン部で、もうちょっとわかんない、しっかり運動部やったんですけど目が良くなってきちゃった。何時まで配信しようかな、時計置いとこう、ここに。9時前、9時過ぎとかかな。夜ご飯も、いて、足しびれた。夜ご飯も食べないとなのであ、うん、よいしょ。今頑張ってることなんですか。今頑張ってること、頑張ってることか。顔の保湿冬なんでやっぱ顔乾燥しちゃって、この時期やっぱあれ、なんやろ、化粧水は肌荒れ防止用っていうか、なんていうやろ、肌荒れないような化粧水と乳液とクリームを買いました、今年の冬は。それでバッチリです、今年は文化系のイメージですね。ちょっと吹奏楽部のイメージわかんな吹奏楽部のイメージですかなんでだ、なんでだろうでもわかんない、友達によく言われます。あー、言われた、そういえば。なんかわかんない、体育の授業で3キロ走る、毎授業3キロ走る授業があって、で持久走は結構自信あって、わかんない、誰にも負けず嫌いやし、わかんながほんで持久走やから絶対誰になんか負けたくないって気持ちが先走って、めっちゃ頑張って走ったんですよ、毎授業3キロ。そしたらやっぱり、なんやろ、10位以内、20位以内かな、表に貼られるんですね。で、若菜が何位かやって、それ見た友達が、え、若菜って運動できるイメージやったのに持久走速いの意外やったって言われてひどいよひどい結構走れるんですけどね、 50m10 秒くらい。いや、 50m はでも遅いです、わかな、 50m はほんまに遅いっていうか 8.2 でした、最近測ったやつは。 8.2 も7期生みんな運動神経いいですもんね、わかなが思ってる感じで言うと。うん、初見です。あ、こんばんは、ありがとうございます。うん、ね、見た目は逆上がりできなそう。逆上がりもできますよ、わかんない、壁使ったらでも昔体操クラブ行ってたんですよ、こんな7期生の真鍋アンジュちゃん、アンジュとかがやるこんな3回転これで、あの、何の話したっけ、あのアンジュとかがいる3回転とかそういう体操はできないんですけど、柔軟とか基礎の体操を習ってて保育園の時、だから逆立ちとかも授業でやって、その体操クラブで結構体操でも、まあ体硬くなっちゃいました。ほんまに体操行ってたのも保育園の頃だけやったんで、最近開脚できるように頑張ってすいません、くしゃみ、あの、飲みますね。あー、美味しいあ、3500人の方見てくださってた、ありがとうございます。
あ、サイさんの卒業セレモニー。サイさんの卒業セレモニー見てて若菜のとこに来てくださったって方もいらっしゃいますね。ありがとうございます。ふくしゃみが、さっきのくしゃみがまだ余韻が。こんばんは。あー、こんばんは。いっぱいプレゼントが飛んできてますね。わー、他のね、コメントの見方覚えて、この壇上っていうんですか、壇上の下の人も見えるってことに気づいて、コメント欄を閉じたらいつも来てくださってる方の名前とかもあるんで嬉しいんですよね。あ、もちろん壇上の方もいつもありがとうございます。本当にごめんね。常連になるかもって。でもいつも来てくださってますよね。あの、なんやろ、来てくださっててコメントくださる方とかね、いっぱいコメントくださる方とか、な、覚え、名前覚えやすい方とか、すんごい分かんないやろ、印象に残っちゃって、すんごい覚えちゃって、また来てくださってるってなるんですよね。嬉しい。こんばんは。あ、こんばんは。金曜日何するの？今何曜日ですか？思い出します。今日火曜日ですよね、多分。あ、違う、今日水曜日か。じゃあ金曜日は公演ですよね。え、ちょっと待って、ちょっと待って、分かんなくなってきた。カレンダーないしな。金曜日は公演ですよね、やっぱり。公演、25日は公演ですよ、分かんない。公演後はとりあえず25日公演前にマイティにメリークリスマスって言って、ほんであとは何にしよう。夜はなんかエクレア買って食べましょうかね。ちょっと待って、僕の公演やったら25日公演ですよね。配信いつしよう。配信したかったけど配信できないかもしれない。公演外れた。ウェーン、よければ DMM で若菜のこと見てください。ウェーン。配信したかったけどダメなのかな。ダメだ、時間あるかな。24は時間探してしますね。するって決めたことはしたいんですよ。します。20日、あの、時間探して、もしできなかったら本当にごめんなさい。9時頃かな、できるとしたら。多分推測で。わ、ハートいっぱいや。ありがとうございます。そう、なんやろね、頑固なんですよね、若菜。よいしょ。頑固っていうのかな、自分の口で言っちゃったらシアナっていう責任感があって。かわいいポーズください。よいしょ。やるか。出番だ。
できひんな。あ、ハート。はい、服で見えない。あと何やろ。キャンディちゃん。キャンちゃん。キャンディ机の上乗られんよ。すいません、猫が来ました。キャンディ、こっち来て。自分で来ました。しかもキャンディ多分お母さんの足音しなかったんで。キャンディ、なんちゃん、どうしたん、どうしたん。キャンディ何歳ですか。猫ちゃんか。猫ちゃん何歳。キャンディはね、小1の頃から飼ってるから何歳、年数で言うと1、2、3、計算ができないぞ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、11年目、12年目かな、お家に来て。キャンディかわいい。キャンディかわいい。キャンディなんちゃん、かわいいにゃー。あー、かわいい。もうなんか、あ、なんか犬猫も寒いみたいで、冬はやっぱり岡田の部屋にあったまりに来てくれるんですよ。かわいすぎる。寝る時も一緒で、朝起きてもおって枕元に。かわいい。ウィンクして。カフェさん、ああのマイティのオンラインサイン会来てらっしゃいましたか。違うな、あれ、ごめんなさい、急に。ウィンクします、ウィンクをします。今日の枠のほっぺなんでこんなテカテカ、光に当たってすごいテカテカですね。なんで。キャンディーは女の子です。ボンちゃんも。ボンちゃん、キャンディーどうしたん。あ、すんごい机を動かす。キャンディーが、キャンディーでも抱っこされるのめっちゃ嫌いなんですよ、猫だから。キャンディーは女の子で、ボンちゃんも女の子です。みんな女の子。ワンちゃんも、あのワンちゃんも女の子やし。キャンディー読んだら来てくれる。かわいい。でもちょっとその配信じゃないからな、キャンディごめんな。来てくれた、申し訳ない。泣き方、ほんまにキャンディの泣き方めっちゃかわいいんですよ。キャンディ、うーん、かわいいな、やっぱ。わかんやもう女の子。わかんやは女の子かな。どっちだろう。一応女の子のアイドルとして今やらせてもらってます、一応。ね。キャンディーも NMB に加入してほしい。キャンディーも NMB48、 ちょっとじゃあお願いしてみますね、誰かに。キャンディーも入れていいですかって。多分ダメって言われるけど。キャンディー、なんだかわいい。キャンディー、そう、めっちゃ返事してくれる、かわいいな。多分お母さんも今配信見てくれてるから。あー、4000人の方や、ありがとうございます。キャンディー、やめて、携帯は動かしたあかん。キャンディーもちゃんとオーディション受ける、みんなと一緒に平等に。受けとこっか。あっ、多分今ペコちゃんの机が映りましたよね。ごめんなさい、スマホ倒しちゃった。あれれ、これどうやって、これって動かせるんですか。画面の下の壇上の下って見えるんですか。すごい、初めて知った、これは初めて。画面小さくできるの、やば、びっくりした今。あ、ボンちゃんとキャンディーが喧嘩してる、ダメやろ、ほら。
ほらこらこらほら、今配信中に喧嘩したらまずいよ。こりゃお母さん喧嘩してる。キャンディ仲良くって、あれでボンちょっと待っててくださいね。ボンちゃん、ボンちゃんダメやん、そんなんしたら。ほら、ほんまにも連れてきました犯人。ボンちゃん、お母さ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 ん、もうどうどうもすいません。あ、キャンディ行ってき、あー連れてかれたキャンディ。ボンちゃんだけになりました。若菜の部屋は平和。よいしょ、ボンちゃんみんなに挨拶して。かわいいね、ありがとうございます。かわいい、ボンちゃんかわいいね、かわいい。あ、わかんない、映せなかった。ボンちゃんかわいい、逃げられた。あ、かわいい、あ、かわいかった。ボンちゃんふわふわやって、やったな。ボンちゃんふわふわなんですよ、毛繕い大変、このあれ櫛とかでやるの。めっちゃかわいい。飲みます。うん、めっちゃかわいいな。よいしょ、よし、スマホの位置をちゃんと調節して、よっこいしょ。よいしょ。あれ、あー4000人、そっか、これさっき言ったね。ボンちゃん出演料、ボンちゃん出演料いるん。ボン、ボンちゃんかわいい。ボンちゃん出演料、また後であのおやつあげときますね。ボンちゃんにちゃんとね。あ、ハートいっぱいありがとうございます。そう、ボンちゃんペルシャです。ボンちゃんペルシャやな、ペルシャです、ペルシャですって言ってます、ボンちゃんが。ああ変な顔。やくびしてたら変な顔ね。うん、敬語やからあんま関西弁でんな。関西弁ね、確かに。なんか友達と標準語喋るゲームしようとかなった時に真っ先に敬語で喋りますよね。標準語ってなんていうの、標準語って難しいじゃないですか。やっぱ標準語と関西弁の変換の仕方ができなくて、で結局敬語で喋るっていう、ただのお互い敬語で喋るゲームになっちゃって、関西弁でも何やろ、やっぱなります。なんかね、タメ口でお話ししたいんですけど、何やろ、見てく、何やろ、若菜のことを初めて見てくださるとかも、くださる方とかもいるわけなんで、タメ口ってわけにもいかないかなと思って、一応敬語気味でいつもお話ししてます。アンジュも敬語使いまくってるイメージ。アンジュはね、アンジュの話し方めっちゃ面白いですよね。何やろ、あ、アンジュ好きなんですよね。アンジュの話し方、話し口調とか雰囲気。アンジュ面白い。お話し会でもタメ口して、あ、今お名前覚えたので、じゃあタメ口にしますね、もしお話し会次も来てくださるのなら。そうします、わかんない、タメ口で頑張ります。なんでやねんって流暢に言える？なんでやねん。
なんでやねん。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 え、でもなんでなんとかは、なんでやねんっていうよりはなんでなんってそういう感じかもしれないです。あ、お話し会はタメ口がいい。あ、お名前覚えました。メモしときましょう。よいしょ。でももしお話し会タメ口がいいよって方いらっしゃったら、あのブログ、前日のブログとかモバメとかの返信、ブログの方がいいか、コメント反映されやすいか、タメ口で話してとか言ってくださったら、若菜をあのメモしといてタメ口でお話しするので、また言ってくださいね、その時は。あ、ほなさいならお願いします。ほなさいならを言ったこと、ほな、ほなおやすみって赤ブログにたまに書きますけど、ほなさいなら、ほなさいならさいなら、さいならは言ったことないな。さいならって伝わるんですかね、関西以外の方でも。さいならってわかるか。配信見ることによってワカニャンのモノマネできるようになりました。もやもう何期生の朝ももかちゃんみたい。ももか、あーわかんないわもうそんなんちゃうもん、わかんない。たまに思います、なんか話し方似てんなって。あ、お話し会申し込みで遅れて件がないです。次を待ちましょう。すぐ来ますよ、言ってもね、多分適当に言いましたけど今。いつでも機会はあるのでわかんなとお話しする、多分。すぐ知らんけどとか関西の人は言いますけどね、まあ知らんけど。お話しする機会があればお話たくさんしましょう、ぜひ。暑い、暖房一回切ろうかな、暑くなってきた。ぽいちゃん出てこっち来てくれ。お、ちなみに明日お話し会申し込みラスト。あー、お話し会わかんない、でも多分ね、枚数もう全一応6部全部完売したのかな、それでもう確か追加分はないのでないんですや。確かそう、完売しちゃって、もっとお話ししたかったです、皆さんと。うん、賞味ってどういう意味。あ、賞味、うわあ、なんやろ、アバウトで使ってましたね、賞味は。なあ、じゃあ例えばの文を作りますね、ちょっと考えますね。じゃあ、わかった、いきますね。今日厚着しすぎたわって言って、あ、今日めっちゃ厚着しすぎた、外寒いけど、じゃ今日厚着しすぎたわって言って、でもう一人が、いやでも正味冬やし厚着してもいけるやろ、こんな感じですか、やってますよね多分。正味冬やし厚着してても大丈夫やろ的な感じやったはずです。賞味、正直みたいな、賞味、正直、難しい、賞味、そんな感じなはずなんですよね多分。うん、あ、初見やで。黒髪お子ちゃま大天使ちゃん初見やで。めっちゃ褒めてくださってるけど、お子ちゃまって書いてる途中に。わかんない、お子ちゃまじゃない。賞味、あー、実際の話みたいな感じ、なるほど。賞味って関西弁なんですか。賞味はあれやと思ってた、そういう言葉やと思ってました、関西弁なんだ。
だそうです賞味は。そう、あ、そうそう、正直実際とか、うんうんうん、そんな感じです。なんか日本語授業になっちゃったけど、関西弁なんや、知らずに使ってました関西弁って。そういうことたまにありますよね。びっくりしたかな。そうなんや。わおわおわお。血管あれ、ランキング読みにそろそろ行きましょうか。そうなんですよね、関西よ。これ皆さんのこのアバターが見れるの面白い。初めて知った、こう縮小できるのすごい。今ちょっとじっくり見てる途中です。すごい。わあ、花束飛んできた、バラの。すごい、ありがとうございます。すごいすごい。ランキング読みそろそろ行ってもいいですか。ちょっと行きますね。チク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 、行きます。ピッ、締め切り。13位の方はマーボーさん、チュールあげたい、わらってなってるマーボーさん、昨日のマーボーは美味しかったですかありがとうございます。13位です。12位の方、ふるさとのゆうさん、この間も来てくださってましたよね。あの13位の方の時に、ふるさとのゆうさん、あ、落としちゃったペン、ありがとうございます。12位です、ふるさとのゆうさん、ありがとうございます。11位、あさやんさん、星ついてるありがとうございます。10位、りゅうじさん、あ、昨日は漢字やったけど今日はひらがなに変えてくださってる、ありがとうございます。あれ、ちょっと待って、若菜が読むの遅すぎて順位変わっちゃったよ、どうしたらいいのああ困る、皆さんストップしてください、どうしよう。12位のか、どうしよう、どうしよう、これどうしよう。12位の方が京香さんに代わって、とにかく京香さんお名前呼んでいきましょう。京香さん、ありがとうございます。11位、バッタさん、ありがとうございますごめんなさい、こんな。10位、味方町さん、ありがとうございます、萌え萌え。9位、富士さん、ありがとうございます、いつもありがとうございます。8位、クレパスゆうちゃんさん、ありがとうございます。お、またあのマーボーさんが7位に上がってきたんですね。読むの遅くてごめんなさい。マーボーさん7位に上がってきました、ありがとうございます。あ、6位、あさやんさん、ありがとうございます。5位、鉄メガネさん、ありがとうございます。4位、泉さん、泉さん、昨日も今日もありがとうございます。3位、面白コメントさん面白いコメントをしてくださるのか、果たして。プレッシャーあげちゃったありがとうございます。2位の方、2位は2位の方って名前になってますあれ、誰だい2位は2位の方、アイコンはどんなんだ。あー、このあのね、アバターはね、ともさんですね。このアイコンは、このクマのラスカルの、ラスカルっぽいアイコンはともさんですか。合ってたらそれでいいです、私はありがとうございます。2位は2位の方っていう名前です1位、
熊の若菜さん名前なんでそんな面白い名前するんですか。末広さんですよね。さっきチラッて1位見えたんですよ。え、合ってますか。とりあえず、あ、間違ってたらごめんなさい。熊の若菜さん1位です。ありがとうございます。ランキング読みは以上なんですけど合ってますか。あ、ともさんは合ってましたね。よかった。わあ、海外の方、ホレドデリックさん、読めない、ごめんなさい英語。 I love you って来てる。 I love you I love you yeah me too I love you ありがとうございます。 Thank you みんなで名前変えようかな。困りますよ若菜、覚えきれないですよ。みんなが名前変えちゃったら困っちゃいますよ。 I'm from ブラジル。あー、ブラジル裏の方のね、ブラジルの人聞こえますかって。はーい Thank you これぐらいしか喋れないからThank you. あ、じゃあ今はお昼とかかな。お昼はアフタヌーンだっけ。お昼って何でしたっけ。お昼ってなんだっけ。お昼ってなんて言うんだっけ。ヌーン、ヌーンか。お昼は確か NOON ですよね。お昼って英語で確かね、多分ね。ヌーンか。朝9時ブラジルの方。じゃあグッドモーニングそっかそっか、裏難しい。あ、そっか、真反対になるのか時間が。そっか、じゃあ美味しいご飯食べてくださいは英語でなんて言うんですか。 You eat, you willイートデリシャスラデリシャスブレックファースト ブラジルは英語じゃないんですか。じゃあ若菜が話してる英語は何なんですかいいんですよあ、もうちょっとで5000人や。待ちましょうか。あー、ブラジルはポルトガル語なんですね。またいろいろ勉強しましょう若菜美味しい。ポンちゃん、最後にうちとかん。ポンちゃん、おつとかん。そうです、寝てますねほんまや、目先に英語教えてもらうな。で、若菜がテスト期間の時とか、美咲に英語のテスト勉強の仕方とか聞いてました。若菜がうなだれてた時に、どういう勉強したらいいの美咲って情けない若菜ボームディア、ボームディア、あ、なんか昔ユニバーサルスタジオジャパンに行った時にチャオ、チャオを2回言ったら、なんだっけ、こんにちはだっけ、チャオチャオかわいいねって話をしてましたそれだけ。なんやっけチャオチャオの意味、なんかになるそうで、かわいいなって2回言うの、チャオって。チャオ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 は犬ですね。あ、ミラーありがとうございます。チャオあい、わあわあ、ごめんなさい、あくび。チャオはイタリア語。なんでなんでそういうこと。
魔の若菜かっこ2人目って2人目名前はね、あのですね、もうみんなが熊の若菜に知らしちゃいます。そんな切れないですダメですよ。エウテアモ、エウテアモどういう意味なんでしょうか。 Thank you 難しいなやっぱりあ、9時過ぎてる。そして4999って若菜には表示されてます。あと一人だあと一人だ。隅の若菜の隅は隅っこの隅ですよ あと一人だ。待ってます若菜は。あと一人。あ、エウテアモでしたっけ。私はあなたを愛していますって意味なんですね。てるるー Thank you 嬉しい。エウテアモ、アモーレって言いますよね確かに。エウテアモ、すごい、めっちゃ素敵。めっちゃ素敵、覚えました、メモしとこう。エウテ、読み方は合ってるんですかね。エウテアモ、ありがとうございます。かわいい。エウテアモ、エウテアモかなわ、5000人の方来てくださってたありがとうございます。わあ、ありがとうございます。一応宣言はね、9時過ぎって言ってたんで、終わりましょうか終わりましょうか。このままやってね、6000人待つのもすごい素敵なんですけど、若菜にはね、ブログとモバメを今日は書きたいのでそんでね、夜ご飯も食べるんです。皆さん、エウテアモ、エウテアモです読み方合ってんのかな、また検索しておきます。ペペペペペポルポルトガル語、ペペペペポポポポポポエウテアモ。あ、そしてね、クマさんのぬいぐるみがお家に届いたら皆さんに報告しますね、名前と一緒に皆さんありがとうございました。今日はエウテアモ、エウテアモありがとうございますエウテアモ、めっちゃこれ素敵ありがとうございました。あ、エウティアモ、ティアモ、あ、ティアモって読むか。エウティアモ、エウティアモ、これは明日待っててください。若菜がちゃんと調べて発音マスターしてくるので。 Yes Queen Queen エウティアモかな。ありがとうございます。あ、美味しいご飯食べてくださいね皆さんありがとうございました。グッナイグッナイグッナイエウティアモ、エウティアモ、エウティアモ、難しいありがとうございます。